アルベオラータは原生生物の主要な系統の一つである。センモウムシ、ウズベンモウモ、アピコンプレクサなどの生物を含み、形態的に非常に多様だが、微細構造や遺伝子に様々な類似点がある。ストラメノパイル及びリザリアと共に SAR、スーパーグループを形成する。国際原生生物学会がまとめている分類体系の2019年版では、下記の系統群がアルベオラータに含まれる。最も重要な共有形質は、細胞表層のアルベオールの存在である。これは、細胞膜を裏打ちするような層を作っている。平らな小胞で、普通は柔軟な外皮を作っている。ウズベンモウムシの場合はこの中に、鎧板と呼ばれる硬い角状の板が作られる。アルベオラータ類のミトコンドリアには、環状のクリステがあり、鞭毛ないし腺毛にも特徴的な構造がある。おそらく、アピコンプレクサとウズベンモウムシは、腺毛虫よりも互いに近縁である。つまり、腺毛虫である。この二つのグループに近縁な属がいろいろ知られており、大抵は類似の頭頂部構造を持つ鞭毛虫である。例えば自由生活性のオキシゼ、コルポネマや、寄生性のパーキンサス、パルビルシファー、ラストリモナズ、光合成性でサンゴに共生する、クロームラ、そしてエロビオプシス類エロバイオプサイデーなどがある。アピコンプレクサ、ウズベンモウムシ、センモウムシの間の近縁性については1980年代から指摘れており、キャバリエ・スミスが1991年にこれら3つをまとめたアルベオラータという名を導入した。これはGajadharらによる分子系統解析でも確認された。海産無脊椎動物の寄生虫であるアセトスポラ類もここに含まれるという研究もあったが、アルベオールがなく、現在はケルコゾアに置かれている。アルベオラータ類におけるプラスチドの獲得についてはよくわかっていない問題である。この類で葉緑体として機能しているプラスチドを持つのはウズベンモウモのうちおよそ半数とサンゴの共生モのChromeraクロームラがある。しかしアピコンプレクサでは色素を含まず複数の膜からなる細胞器官を持っており、ここから葉緑体に類似した DNA が発見された。それにより、これが痕跡的なプラスチドだと考えられるようになった。クロームラは、系統的にアピコンプレクサに近いことから、アピコンプレクサの祖先は、クロームラのような光合成性生物であった可能性も考えられる。キャバリエ・スミスは、アルベオラータ類は、葉緑体を持った祖先から進化したもので、これは、クロミスタの祖先と共通であると提案している。しかしプラスチドは比較的進化したグループにしか見られないため、アルベオラータ類はもともとはプラスチドを持たず、ウズベンモウモとアピコンプレクサは別々にプラスチドを獲得した可能性もあるという意見もある。ウズベンモウモでは約半数が葉緑体を持たないほか、ケイソウやクリプトモを起源とする葉緑体を持つものもあり、問題をややこしくしている。ありがとうございます。